小松の模型制作動画は無責任垂れ流し動画です。それでもいいよって方は、ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは。小松です。今回はバンダイの最新キット、イグアライズラボの星野、文奈を、作っていきたいと思います。コンテスト用のドムトロや完成した作品の動画編集で、着工が少し遅れてしまいましたが、やっと制作時間が取れました。すぐにでも素晴らしい完成度になりそうですが、せっかくなので、イグア制作の技法を活かしつつ、いろいろこだわって作っていきたいと思います。さて、制作を進めていきます。発売日には届いていたのですが、忙しかったので段ボール箱に入ったままでした。おお、これが噂の二色成形による肌再現パーツですね。かなり重いです。小松は樹脂部品の設計をやっていましたが、こんなにごついパーツ、どうやって引けなく成形してるんですかねー。輪切りにして肉盗みを見たいところですが、入手困難キットなので我慢です。パーツをランナーから切り離し、ゲート処理をしていきます。次にパートラインをヤスリがけしていきます。多少懸念はしていましたが、湯口がかなり目立ちますね。気になるので後ほど処理していきたいと思います。ヤスリがけをパートライン以外のところも行い、表面をきれいにしていきます。ちなみに腕パーツは二色成形ではないようです。指は別パーツになっていますので、隙間に接着剤を流し込み、樹脂が溶けたところを押し付けて隙間を樹脂で埋めてやります。さらに髪の毛などのパーツもランナーから切り離していきます。こちらもゲート処理、パートラインなどの処理を進めます。こちらは服のパーツ。ウレタンクリアを拭いたようなグロスが素晴らしいです。塗装を行っていくため、胴体と服は後はめ加工をしたいと思います。軸を通す穴を半分にカットして、パチッとはめられるようにしました。下半身との接合も同様に、服のパーツを組み立てていきます。せっかくのグロスですが、服にもシャドウ拭きをしたいので塗装をする予定です。上半身の服が組み上がったので、下半身の後はめ加工も確認。目のパーツを切り出します。目は多色成形による素晴らしい完成度ですが、今回は手書きを予定しています。さて、パーツの切り出し、パートラインヤスリがけが完了しました。先ほど気になっていたゲート部の処理を行っていきます。ゲートカット部が白かったり、内側のオレンジ色樹脂のゲート跡が目立ってしまっています。これを直すために接着剤で即席のパテを作ります。肌色瞬着も考えたのですが、色が違うと目立ちそうだったので、ランナーを接着剤の中に入れ、1日置いて樹脂を溶かします。1日置いた状態です。ほぼランナーが溶けています。気になるゲート跡をアートナイフで削り取り、作ったパテを塗っていきます。オレンジ色のゲート跡は透けてしまうので、まずピンバイスでえぐり取り、そこに溶かした樹脂を流し込みます。1日置いて硬化したら、ヤスリがけを行って表面を処理します。
完全に消えるわけではありませんが、だいぶ綺麗に仕上がりました。さて、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。小松の最新制作状況や作品展示情報などは、小松のツイッターを見てね。私の所属するサークルの展示会情報は、秘境屋のツイッターを見てね。